団地の宅配便プレゼン。あ、何それ、新しいやつ。何でもないです。ちょっと興味あるな。宅配便プレゼン、ありがとうございます。あの団地妻って覚えてくださってありがとうございます。最近よく未亡人の伊藤さんとかだからまだ旦那は健在なんですけど、そうだからね、いろいろお前だけが分かってねえんだよ。いやいやいや、あ、正解です。旦那さんはあれですか、生きてます。あ、生きてます。もうね、家で散々聞かされて、もう罰ゲームだって言われて。あ、家で歌ってる時に聞かされると、はい、聞いて聞いてって言って、罰ゲームだって。それが罰ゲーム状態です。はい、あ、もう分かるな、もうなんでやねん。あ、大丈夫ですか、もう大丈夫ですね。はい、はい、じゃあ、団地妻伊藤さんです、拍手。はい、地妻の伊藤です。今日は本当は真面目なキャラなんですが、皆さん、私はいつも普段団地の壁に向かって一人で歌っているのが主な音楽活動でございまして、今日はいろんな、ね、人がいて目線がありますので、今日そういう企画なの。今日は哲也さん、どうも45歳熟女の私に呼んでくれてありがとうございます。では早速皆様の幸せを願って歌いたいと思います。
しまいそうな時は誰の言葉も信じ歩けばいいの。ああ負けないで泣かないで決めてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。いつの時代この手紙読んでいるあなたが幸せなことを願います。ありがとうございます。45歳、15歳の気持ちを歌いました。25とも言ってたけど今日はね、塾上フェアということで。聞いてない聞いてない、初めて聞いたよ。はい、フェアなんだ。フェアじゃないですね、はい、フェア、安売りでは喉がカラカラになっちゃったんでね、ちょっと飲ませてもらいます。3人目来たぞ。はい、3人目哲也さん。哲也さん、やりますか。では、あの、さとみさんが来たところでね。違います、完全に違うよ、名前が。違います、さとみさんなんですか。ということで、多分ボケだった。団地妻の唯一オリジナル曲を、曲を聴いてください。
雨の日はありがとう、嬉しい時は嬉しい音に、悲しい時は悲しい音と、なに諦めない、諦めないで、諦めないよ、まさか最後まで聞かないんじゃないだろうな、いるから歌い続けるの。おさんにいつも通り間違えてくれって今日始まる前に言われたんで、貸してくださいって言ってしまいました。期待通り、期待通りです。はい、どうもありがとうございます。ですね、ではいつも結構目が暗いもんで、暗い曲なんですけど、どうしようかな、まあ、暗い歌で今日は攻めたいと思います。暗くはないんですけど、ちょっと爽やかな、まあどうでもいいです。友達の歌、You Got a Friend。 今日は強制的に皆さん私の友達になってください。いつでも私を呼んでください。Yeah.
ということで、私は45年5月5日生まれ。よかったです。今回、ね、4月に呼んでくださって。子供の日。子供の日です。40、そうですか。でも、ね、祝日だからね、あの入院費が高いと思ったんですけど、まあそれはね関係ない、ね。関係ないですか。はい。いやいや。まあ、だから今日呼んでもらって45歳で政府で、ね、よかったです。年になっちゃうか。おかしいけどね。はい。なんかそれぞれに問題があるのね。いろいろあんなことやこんなことございますが、まあ45年昭和生まれということでちょっと昭和っぽい歌を歌いたいと思います。皆さんきっと平成生まれの方は。多分あのカウンターの人だっけ、ね、多分どうやらあいそうですね。女性の方はみんな平成生まれっぽいんですけど、まあ、何でもないです。では今日面白いな。わらべ聞いてください。緊張するんだ。晴れならば愛する。
紹介ボーカル団地妻伊藤、ありがとうございます。キーボードローランド FP、ありがとうございます。そして、会長エクトピートさん、イエーイ。はい、ではアンコールに答えさせていただきたいと思います。真似できないんだけどあれ本当にもう本当にこんなキャラはやめたいと。無責任に聞いてください。笑うために
んだよ。以上です。